ああ、今日もクソだるい一日だな。ちょっとアナリティクスでも見るか。YouTube スタジオで。アナリティクス。ちょ、収益見よう、収益。こういうね、やる気が出ん時は、今月の収益いくら発生しとるか見て、それで自分を奮い立たせるわけよ。おい、早せ。アナリティクス、アナリティクス。ちょっとね、規約上映せませんけどね、アナリティクスの収益の画面は。まだ確定してないものなので、これ確定してないものは規約上映せないんですよね。すいませんけども、どれどれ、今月5月、今月はうまいな。5月はボロいな、マジで。すげえな、これ過去最高益だわ、5月。ごっつぁんです。またなんか来た。またなんか来た。あ、どう。ありがとうございます。とんでもないわ。アマゾンかと思ったら違ったかな。なんかね、ここに私の名前と住所どういうわけか書かれてまして、で、こっちにね、よくわからない、知らない名前が書かれてました。私と送り主の名前と住所がここに書かれてたんで、それはね、剥がし取っておきました。大変ですからね、場所特定されたら、ここが特定されたら私ここ住めなくなるんでね、物理的に剥ぎ取らせていただきました。で、品名はおもちゃとありますね。おもちゃ、なんだろうな、なんかフィギュアとかかな。確かね、海洋堂かどっかからオオスズメバチの稼働フィギュアが出るっていう話をね、去年の年末あたりに聞いたことあるんで、それをね、もしかしたら誰か送ってくれたのかもしれない。ちょっと、これ開けて見てみようか、早速。この包丁でね、開封していきましょう。もうこのままここでパーンって切りつけてもいいんですけど、こうパーンってね、やってもいいんですけど、さすがにちょっと野蛮なんで、私もね、文明人ですから、やっぱり、ちょっとこのね、蓋のところにガムテが貼ってありますから、ここにね、包丁を入れて、切り込みをね、こう、シャ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 って切っていく感じで。これでね、そーっと開けましょう。よし、じゃあ開けるか。みんな覚悟はいい？覚悟はいい？俺はいいよ、覚悟いつでもできとるよ。俺はもういろんなものを今まで家に送られてるから、もう覚悟はできとるけど、みんな覚悟はいいか？みんな、え？もし怖い人はね、今から3つ数える間にブラウザバックして、いきますよ、3、2、1。じゃあ残ってる人はもういいんですね。いいんですね。じゃあ開けますよ、いきますよ。じゃあ開けるぜ。オープンしますよ。オープン。なんだ？なんか紙が入ったんだけど。バブー、バブです。食ってよし、食わせてよし、飼ってよし、いい子たちです。どうかよろしくお願いします。ホラーチャンネル牛蜜時もやってます、お願いします。適当ですいません、ポンコツヒロポン。ヒロポンか。いや、ちゃんと漢字でさ、漢字の名前が書いてあったから、ちゃんと人名が書いてあったからさ、一瞬誰かと思ったけど、あの名前ヒロポンか。ヒロポンの本名忘れとった。もうヒロポン、ヒロポンつっとるからさ、あいつの本名忘れとったわ。ヒロポンからやったわ。ホラーチャンネル牛蜜時もお願いしますと。なんかね、ホラーチャンネルやってるらしいんですよ。なんかヒロポンさんがね。ヒロポンさんがね、あれお友達なのかな？お友達なのか。なんかね、ヒロポンさんがお友達とね、なんかホラーチャンネルやってるんですよ、実はね。概要欄にリンク貼っときますから、興味のある人はね、ぜひ、そっから飛んでみてほしいんですけどね。終了画面にもね、牛蜜時へのリンク出しときましょうか。ね。牛蜜時、スズメバチ仮面、ヒロポンで、最新の動画、で、おすすめの動画みたいな感じの配置にしときましょうかね。はい。で、ちょっと待って、これ、食ってよし、食わせてよし、飼ってよし、いい子たちですって、このカキブリは生物だよな。生物だよな。あれ、ちょっと待って。品名がおもちゃって。生き物やな、生きとんやろな、これ。いい子たち、飼ってよしってことは、飼えるってことは生きとるってことやろ、ちょっと。ちょっとこれ、この中にその生命体が入ってるわけね。
ヒロポンのカキブリカラーして、まあ、生物であることは間違いなさそうです。さて、どんな生物が入ってるのか、今からね、これ、ここをね、オープンしていきます。みんな覚悟はいいかな？もし無理な人はね、3つ数えてる間に、ブラウザバックしてください。いきますよ。3、2、1。じゃあみんないいな、もう。みんないいね。いくよ。ふい！え？なんだこれ？うわ、やば！めっちゃでかいイモムシ入っとんやけど、これ。めっちゃでかいイモムシ入っとん。こっちもか？もうプラカップが3つあんねん。3つあんねん。これ3つともそうやろ。あ！やっぱり、ビンゴ。そうですわ。なんかね、ヒロポンさんが巨大なイモムシを3匹送ってくれました。ちょっと開けてみようか。ほら。うわー。あー、これはヤママユガの幼虫だな。これ。うわ、すごい。ブリブリや。ほら。うわ、ブリブリ。マジで。ヤママユガの幼虫ですね、これは。ほら、ブリッブリ。超巨大幼虫ですよ。これ、ヤママユガって。私がね、ちょっと冬に、ほら、冷凍サナギ食べてたじゃないですか。あれ、ヤママユガの仲間なんですよ。あれの仲間ですね、これ。ごめいてますね。で、ヤママユガの幼虫ってね、食えるらしいんですよ。なんか美味しいらしいですよ。話によれば。ほら。あ、餌どこって、ご飯食べたいよってやってますね。よしよし、かわいいね。かわいいね、この子。ふにふにで。よし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 。ちょっと後の子たちは、生きてるから元気かな。こっちの子はどうかしら。あ、こいつすごいな。めっちゃブリブリやんけ、ほら。ブリブリ。ブリブリ。あ、なんかここがね、銀色に光ってます。銀色に光ってます。ああ、お口ひくひくさせとる。ほら。ほら。お腹すいたよ、ママ。って、おぎゃっとるわ、これ。かわいいでちゅね。よし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 。まあ、食ってよしか。まあ、ちょっと美味しす、なんかうまそうな気がするけども。なんかちょっと食べるのかわいそうな気もするな。かわいいからね。ね、見てください。これ、うんちがすごいですね。ブリブリ。あ、見て、これ、頭の殻がある。ってことは、これ、中で脱皮したんちゃう？あ！やっぱり、これ抜け殻ですね。一回脱皮してますね、この子。移送中に脱皮したのかな？まあいいけど。で、こっちは？この子は。うわ、こいつすごいな。こいつが一番重たいんちゃう？体重。ほら、ブリブリのボテボテになっとるわ、ほら。うわー、なんかうまそうやな、ほんまに。食ってみたい気もするけども、いやーでもなんかな、食べるのかわいそうな気もしてきたな。ちょっとね、食べてよしってことは、まあ、食えるっていうことやからな。ちょっと食ってみたいけどな。ほら、かわいいでしょ？プニプニで。ふにふにで。あー、柔らかい。柔らかいわ。で見て、このうんち。コロコロのうんちがいっぱい入ってますね、うんこが。というわけで、なんかヒロポンさんが、巨大なイモムシを3匹送ってくれました。ありがとう、ヒロポン。ちょっとこれで ありがたくいただきます。まあ、もしかしたら食べるかもしれないですけども、まあ、食べなかった場合ね、大事に育てますんでね。よかったよ、変なもんじゃなくて。イモムシもらったお礼に、ホラーチャンネルの牛蜜時も宣伝しといたるわ。うん、ありがとうね、ヒロポン。ずっとプラカップに入れっぱなしだとね、ちょっと狭いんで、この発泡スチロール箱に、入れて買いましょうか。ヤママユガの幼虫はクヌギとかコナラみたいな広葉樹の葉っぱを食べるんですけども、一番いいのはね、クヌギかコナラですね。この入っとんのはコナラだな。まあでも、とりあえずクヌギでもええやろ。ちょっとね、クヌギの葉っぱを調達してきましたので、それをね、ごっそり入れときます。ほい。じゃあ、ここに、イモムシちゃんを入れていきまーす。もう、これは、葉っぱも一応、コナラの葉っぱも一緒に入れといたるか。よしよしよし。よしよしよし。ほーら、新しい葉っぱでちゅよ。クヌギの葉っぱでちゅよ。この子はもうね、葉っぱほとんど食べ尽くしちゃってるんで、お腹空いてるはずですからね。よし。はい。はい、オッケー。これか、ヒロポンが言っとった牛蜜時は。
牛蜜時ジャパニーズホラームービー。ほら、スズメバチ仮面が出とるわ。スズメバチ仮面が出とるかな。ヒロポンさんもこのチャンネルに出演してるみたいですね、どうやら。じゃあ適当に動画見てみるか。これ見てみるか。高橋さんが起きてますね。起きてる味ですね。いやー、なかなか怖かったわ。っていうか、作り込みがすごいね。結構編集凝っとるわ。俺の動画よりよっぽど編集凝っとるぞ。俺の動画なんてさ、適当にカット編集しかしてないけども、これはもう編集もちゃんとしとるし、効果音とか出て、もうホラーの雰囲気バッチリ出て、かなり怖いっすね。かなり怖かったですね。まあ気になる人はね、概要欄にこの牛蜜時へのリンク貼っとくんで、そっからね、覗いてみてください。ホラー好きな方はね、一回見てみた方がいいと思う。ホラーチャンネルって意外とないと思うよ。こういう風に自分たちで映像を制作しとるホラーチャンネルってなかなかないと思うから、ホラー好きな人はね、登録するといいと思う。概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひ覗いてみてください。でも何よりも怖いのはさ、このチャンネルね、登録者今現在、登録者263人なんやけど、登録者263人のチャンネルの方が、チャンネル登録者56万人かな、今。56万人おる、うちのチャンネルの動画よりも、凝っとるって、ね、動画作りが、編集が凝っとるってね、もうそれがホラーやよな。何やってんだ俺って感じでね。俺ももうちょっと編集頑張った方がいいかもしれんな、マジで。最後にね、皆さんに注意なんですけれども、このように開封に使用した包丁はね、床にね、放置しない。床にね、ポンってね、さっき私を掘ったんですけども、そういうことしちゃダメですか？危ないですかね、包丁床に置きっぱなしにしたら。こういうのはね、ちゃんと、元あった場所に戻しとかないと、これね、これ踏んじゃったりしたら大変ですからね、足怪我しますから、踏んだりしたら。ですからね、包丁はしっかり元あった場所にね、これ洗って戻しますからね、もちろん。ほら、高橋さんも見てますからね、ああやってして、人工水草のとこからね、じっと見てますから、ちゃんとしないとダメですよ。洗って戻してください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。